あ、これは来そうですね。これは来ちゃいそうですね。今週 PS5 Pro の発表来ちゃうかもしれませんね。どうも皆さんこんにちは、ケイシチャンネルですというわけで、そんな話題があるんですよ。今日はですね、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題で気になったものをダダダッとまとめてお話ししていきますので、ぜひお付き合いください。まずはちょっと順を追ってお話ししていきましょうか。プレイステーションがもうすぐ30周年なんですよね。今年の12月3日、ちょうど初代プレイステーションが発売されてから30年を迎えます。プレイステーションブログではですね、この30周年というですね、節目を祝うために、いくつかの取り組みを行うみたいで、それを紹介してくれておりますね。サティスアニバーサリー書いてあります。いくつかの取り組みとして、マイファースト GT というのがありまして、今年のホリデーシーズンにグランツーリスモ7が無料トライアル版配信されるみたいなんですよね。12月3日に配信でしょうかね。あとはですね、デジタルゲームサウンドトラックが配信されます。10月から1月まで毎月プレイステーションのデジタルサウンドトラックが Spotify で公開されるとともに、 Amazon Music や Apple Music などでも楽しめるみたいです。この音楽関係のイベントに関しては、プレイステーション懐かしのゲームサウンドトラックを Apple Music などサブスクリプションサービスで順次配信開始と書いてあって、それとは別でこれらのゲームミュージックも配信されるみたいです。いや、これ結構嬉しいですよね。好きなゲームの BGM とかね、いつでも聞きたいですからね。ちなみにこの6つのタイトルは9月の上旬に配信されるんだそうです。そして Shapes of Play、 これ何と思うんですけれども、これなんかボードゲームみたいなものが発売されるみたいです。このプレイステーションのおなじみのデザインをあしらったモデルとなったボードゲームだそうです。9月13日から数量限定で予約開始なんだそうです。 Amazon でしか販売しないのかな。それ以外にもですね、プレイステーショントーナメントとして e スポーツのトーナメントが開催されます。でもちょうど30周年となるとね、プレイステーションもいろいろ盛り上がるイベントやってきそうな気がしますよね。ところでこの30周年のイラストなんですけれども、これちょっとグッとアップにしてみましょうか。グッとアップにすると、はい、ここになんか見慣れないハードが見えますよね。ちょっと待って、これ先週の話題で出てきたプレイステーション5 Pro の外観がリークされたデザインとまんま同じじゃねえかよ。何さらりと PS5 Pro 出しちゃってんですかね、ソニーさん。いや、これはおそらくね、 PS5 Pro の形、おそらくリーク通りで確定なんじゃないかなと思います。さすがビルビル君、情報持ってるわ情報持ってるわね、もう本当にね。そしてですね、こんな目立つ場所にシルエット置いてるわけですから、現行の PS5 がたまたまそういうデザインになっただけじゃないかって。いや、違うんですよ。現行の PS5 は PS5 で、こっちちょっと右にずれるとあるんですよね。ほら、明確に違いますよね。このロゴの話題は海外でも、日本でも結構話題だったので、皆さんご覧になった方は多いかもしれませんけれども、このタイミングでこのロゴだって、こんな目立つところにドンって載せてるわけですから、もうこの後すぐ発表しますっていう感じでしかないですよね。このあと1週間も2週間も3週間も1ヶ月も待たせるようなものではないかと思いますが、それ以前に先ほど申し上げました、今週あたり PS5 Pro 発表されるかもって言ったその理由なんですが、今年の5月に行われたステートオブプレイをズバリ当てた人が、今週の火曜か水曜日におそらく公開されるだろうというふうに言ってるんですよね。海外時間での火曜か水曜なので、日本だと水曜か木曜になるかと思います。そしてそれだけではなくて、今月の後半、その次の週、19日か20日と言っておりますが、ステイトオブプレイが行われる可能性があるというふうにも言ってるみたいです。そしてそこでは世界初公開のファーストパーティータイトルのゲームが発表されるだろうとも言っております。ただしそのステイトオブプレイに関しては、今年の12月のゲームアワードにずれる可能性もまだありますよというふうには言ってるみたいですね。そうですね、この辺の流れまでは全体的にみんながおおよそ想像できた感じの流れのことではありますが、なんか過去にね、情報を当ててるリーカーの人も同じこと言ってるとなると、いよいよね、本当に来るなという気がしてきますよね。いよいよ今週発表されるかもしれない。でもどうなんだろうね、ステートオブプレイでまとめて発表とかじゃないのかな。先に PS5 Pro だけ発表しちゃうっていうことかな。情報が渋滞しちゃうから、小分けにして発表していくっていうことなんでしょうかね。その辺はでも海外の記事をちょっと翻訳してるので、
ちょっと受け取り方が違ったら申し訳ございませんなんですが、私が読む限りは今週 PS5 Pro が発表されて、その翌週にステートオブプレイが行われる可能性があるみたいな感じになっております。まあ、どっちだったとしても、まあ、いよいよ本当に目前まで迫ってきたなといったところですね。まず一番最初に気になるのはやっぱり PS5 Pro のスペックとかだったりしますよね。そして値段はね、それこそ先日 PS5 が値上げされてしまいました。まあ、それによってですね、いやいやいや、10万もするゲーム機なんて買わねえよみんな思ってしまってるわけですよね。いやでもね、正直 PS5 Pro はね、みんな買わないと思いますよ、ほとんどの人が。あ、というのもね、違うんですよ。 PS4 Proの時の話なんですけど、あれ PS4 Pro って通常版の PS4 に比べてどれぐらい売れたと思います？半分ぐらいは PS4 Pro なんじゃないかって、いやいやもっと少ないですよね。ですね、データによりますと PS4 Pro は PS4 全体の実に 15% 未満なんだそうです。5分の1以下ですね。要は PS4 Pro、 PS5 Pro ってよりそのニッチなユーザーに向けたプレミアムな製品であるっていうことなんですよね。 PS5 Pro を発売するからといって PS5 の売り上げがグーンと一気に底上げされるようなものではなくて、まあ発売当時は一時ちょっとグッと上がるかもしれませんけれども、 PS5 自体の売り上げを上げていくのは通常版であったり、あるいはグラセフとかモンスターハンターワイルズみたいな、そういう強力なパワーが PS5 本体の売り上げを引き上げていくものだよ、というふうにダニエル・アーマットさんも言っております。この人ね、この人なので、まあ PS5 Pro 発表されるとは言っても、多くの人にはあまり関係のない話題になってしまうかもしれませんね。ただそれに付随するゲームソフト、ファーストパーティータイトルの登場は非常に気になるところですよね。揺れてる人いる？いや多分ね、 PS5 Pro の値段ってもう買うって決めてる人はもうね、よっぽどじゃない限りは買うと思うんだよね。もう10万は多分結構な人が覚悟してるような気はするんですけれども、まあ、ただ揺れてる人、その8万なら買うけど9万なら買わないとか、その微妙なところで揺れてる人って多分結構いらっしゃるような気はするんですよね。皆さんいくらなら買いますか？これなら買うっていう値段、もしね、なんかあったら、ぜひここまでの値段なら買ってもいいかなって思ってるみたいなのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ちなみに海外のゲームメディア IGN で、日本で PS5 が値上げされたけど、これはどういった影響で値上げしたのかみたいなのを、まあ、各種専門家に聞いてる、そんなような記事がありまして、まあ、専門家といってもですね、まあ、ゲームメディアの市場調査を行っている会社とかに聞いてるみたいなんですけれども、簡単ゲームズやニューズ、そしてさっきも出てきましたニコパートナーズ、そのあたりの方々になぜ日本で PS5 が値上げされたのかみたいなのを聞いたところ、全員一致、経済における問題というふうに言っておりました。そしてそれと同時に、日本以外の国で PS5 が値上げする可能性があるかという問いに関しては、その可能性はほとんど低いというふうに言ってるみたいです。まあ要は日本だけがちょっと経済的な問題で値上げしちゃったねっていうところです。はい、 PS5 Pro 日本だけ高い可能性あります。くそー、どうなってんだよチキショー。まあね、まあ、こればっかりは、まあ、なんかどうしようもない、これ仕方ないよねっていう話になるかもしれませんけれども、あ、ちなみになんですけども、 PS5 Pro だけじゃなくて、あの任天堂スイッチの後継機の話もあるじゃないですか。なんかね、いくつかの情報筋が任天堂スイッチの後継機の情報が今月出るっていう風に言ってる人たちがいたんですけれども、PS5 Pro のデザインを当てたビルビル君は今月は来ないよって言っておりますね。あ、これも答え出ましたね。じゃあ今月はおそらくスイッチの話は出ないかと思います。あ、ただしビルビル君曰く、今月有機 EL のスイッチとゲームソフトがバンドルになったものが発表されるかもしれないみたいなことを言ってるようです。いや、私もスイッチの後継機に関しては今月の発表はないかなって思います。確かにその東京ゲームショーの後に発表するような気がするので、10月の方が可能性としては高そうな気がしておりますね。しかしそうなるとですね、ここ6年か7年ぐらいずっと9月に必ず任天堂ダイレクトを行ってきた任天堂が、まあ、スケジュールをちょっと変更したという形になりますね。まあ、新しいハード発売を控えているタイミングなので、まあ、そういったところのスケジュール変更は可能性としては十分に考えられるかなと思います。
そうだから東京ゲームショーですよ。もう間もなくね東京ゲームショー行われますけれども、私もほらなんかここに虫ついてますよみたいに皆さん思ったかもしれませんが、違うんですよ。これ東京ゲームショー向けにちょっとピンマイクを買ったんですよ。買って今いろいろ試してる最中なんですよね。だから虫がついてるわけではないんですよね。だからパッションやらのギャグとかもやれないんですよ。うーんとか言ってさ、やれないんですよね。まあ、いつもやってなかったから大丈夫かなとは思ってるんですけれども、まあそんなね東京ちょっと俺のピンマイクの話くっそどうでもいいんだけれども、そんな東京ゲームショーなんですが、スクエアエニックスの東京ゲームショーの出し物が出し物って学園祭じゃねえんだからさ、出し物が決定いたしまして、出展タイトルはこのようになっております。9つのタイトルとなっておりますね。まあ、9つ出展って結構な量だよねとかってちょっと思うんですけど、まあ、メインはドラゴンクエスト3になってくるんじゃないかなっていう気がしますが、そしてですね会場に行けない方も楽しめますよね。配信のスケジュールなんかもあります。まあ、いろいろずらっとあるんですけれども、私がちょっと気になったのは9月29日4時半からスタートの東京ゲームショー2024スクエアエニックスアジアスペシャルプログラム。これね、これ大取りなんですよ。大取りでドラクエ3とロマンシングサガ2の、ことをまあなんかお話ししてくれるみたいなんですよね。なんか気になりますね。ごめんなさい、考えすぎ。まさか最後なんか発表してくるね。いやでも発表するならなんかあれか、東京ゲームショー直前に発表して出展タイトルとしても出したいとか、そんな感じの方がいいもんね。まあ、そういうのはないか、まあ、考えすぎました。もういろいろちょっともうドツボなんだよね。もう考えすぎて、これひょっとしてなんかの発表の伏線なんじゃないか、考えすぎて、ね、だいたい全部外れてるみたいな。どこ行ったんだよファイナルファンタジー9のリメイクは。どこ行っちゃったんですかね。帰ってきてほしい早く。そしてですね XBOX も東京ゲームショー向けに、ブロードキャストが行われます。日付は9月26日の19時から。 XBOX はねいつもね東京ゲームショー始まるこのタイミングの時間にねやってくれますからね。 XBOX スタジオやアクティビジョンブリザードベセスダなどの最新情報をお届けしてくれるとのことです。さあね楽しみが近づいてまいりましたね。東京本当にあったかい最終確認だけど本当にあったかい、大丈夫。なんかこの前東京なんか涼しくなってたね。本当に大丈夫？半袖で行くからね本当に大丈夫かな。みんなのことを信じて半袖で向かいます。寒いとかってなったらなんか向こうで羽織るもん買うかね。さらっとね。さあでは続きましての話題いきましょうか。先週発売されましたアストロボットが、まあ、非常に好評で日本でも海外でもめちゃくちゃ高い評価を受けております。業界の情報に詳しい方によると、アストロボットの成功の秘訣は小規模なチームで妥当な範囲で作り、そして長いこと一緒にいるメンバーたちで作ったからこれが出来上がっただろうと、これは今後のビデオゲームの業界のモデルにもなるだろうというふうに言っております。まあ、今ね昨今コロナ禍を境に肥大化してしまったゲームのチームが今レイオフがどんどんあっちこっちで行われたりとか、長すぎる開発期間で膨れ上がった開発費を回収できなかったり収益性が低かったり、まあ、そんなようなゲームとか結構ある中で、このアストロボットは今後こういうゲーム作りをしていくことが、まあ、ゲーム業界にとってもいいんじゃないかというふうに言ってたりもします。まあユーザーの我々としてもね、なんか無理のないゲーム作りで面白いものを作ってほしいななんて思うところはあるんですけど、でもそれはそれで大変だろうね。言ったってだからってそのアストロボットみたいなゲームがポン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 作れるわけでもないですからね。あのゲームはマジで奇跡みたいなゲームだと思いますよ。そんなアストロボットなんですけれども、なんか DLC の計画も行われてるみたいでして、 DLC にはですね新しいチャレンジレベル、難易度っていうことかな、それともエリアが広がるのかちょっとわかりませんけれども、新しいチャレンジレベルとスピードランモードが含まれるんだそうです。プレイルームに確かスピードランモードでそのオンラインで競えるモードありましたよね。まあそういったようなのがあったら結構熱いななんて思うんですけれども、まあ新しいコンテンツも今用意される計画が進んでいるようです。いや楽しみですよね。いや本当、なんか先日動画作りましたけど、ずっと笑顔でいられるゲームってなかなか珍しいですからね。あ、でも夢中になっているゲームといえば、今このゲームに夢中になっている人も多いんじゃないでしょうか。ブラックミスウーコン。先日私ですね動画の中で1800万本の売り上げを上げましたというふうに言ったんですけれども、ごめんなさい、それちょっと正しくない情報でして、正しくはパソコン版だけで1800万本を売り上げたんだそうです。2週間で。
えっていうことはですよ、下手したらもう2000万本超えてるかもしれないという、とんでもない売り上げですよね。発売から3日で1000万本って言ってましたから、凄まじい速度でまだ売れ続けております。この内容はブルームバーグのインタビューで明らかになったことなんですけれども、インタビューに答えたのはこのゲームの開発元であるゲームサイエンスの最大の株主ヒーローゲームズの方がインタビューに答えたんだそうです。株主が答えちゃってるでしゃばっちゃってんじゃないかなっていう気は少ししますけれどもね。そのヒーローゲームズの方曰く、このゲームサイエンスがブラックミスウコンを作るのにいきなりの成功ではないと、過去4回失敗をしていると、その上に成り立っているのがブラックミスウコンだよというふうに言っておりました。そっか、ゲームサイエンスの歴史ってちょっとその調べてもわからないというか、どんな歴史を歩んできたのかわからないんですけれども、なんかいろいろな経験をしてきてここに行き着いてるんですよね。さっき出てきましたニコパートナーズのアナリストダニエル・アーマットによると、おそらく1000億円以上の収益を上げているだろうというふうに言われております。さらに株主のヒーローゲームズによりますと、続編ではない中国神話をベースにしたシリーズを6年以内にリリースできるだろうというふうにも言っております。いやだからちょっと待ってて、それはゲームサイエンスの開発してる人が言うんならいいけどね、なんでお前が出しゃばりすぎなんちゃうかな、ちゃうかな、ちゃんと合意は取れてるのかな、その発言に気になるところはあるんですけれども、いやそうか、でもそうですよね、あれだけの作品ですから、また次作ろうと思ったら6年以内、まあ、少なくともそれぐらいは見積もる必要がありますよねといったところ。6年後かね、次の対策を遊べるまでには長い年月が必要ですよね。まあ、でもね、新たに新しいゲームが出た時にはまたぜひ遊んでみたいなと思えるような、そんなゲームになっておりましたよね。で、注目されているゲームといえば、でもこちらも外せないかもしれません、ウォーハンマー 40K スペースマリン2が発売前ですけれども大盛況です。いや発売前とは言ってもアーリーアクセスが開始してるんですよね。これですよ、このゲームね。いや私このゲーム結構ちょいちょい動画で取り上げてるから、もう細かい説明はしませんよ、何度か紹介してます。アーリーアクセス始まってからですね、 Steam の同時接続は最大13万4000人を記録しております。メディアによるゲーム的な評価としては結構高めなんですよね。80点台中盤を叩き出しておりますので、私はこれ遊ぶ予定です。いや本当はちょっとアーリーアクセスで遊ぼうかなと思ったんですけど、ちょっとゲームが渋滞しているのでいくつか片付けてから、でも発売日には間に合うかな、普通の発売日は9月9日でしたっけ、ちょっとアーリーアクセスは断念して、まあ、9月9日に遊ぼうかなと思っており、いやこのゲームは外せないですね、外せないですよ。やっぱいかついおじさんがタフに戦うゲームってかっこいいですよ。美少女は出てこない、美少女は出てこない、血生臭さにそこに美少女は必要ない。メカニックとかでいるだけでも、でも違うけどそれ言い出したらキリないからやめ、一旦やめとこう。では続きましての話題です。今月発売されるゲームでもう一つソウルライクなゲームがあるんですが、エノトリア・ザ・ロストソングというゲームなんですけれども、9月19日にプレイステーション版、Xbox 版、パソコン版発売予定だったんですけど、 Xbox 版だけ延期せざるを得ないというふうに発表があったんですよね。で、なんでこれ Xbox 版だけ延期なのかなっていう話になった時に、また例によってソニーが独占したんじゃないかみたいな話があったり、Xbox シリーズ S の最適化で苦戦してるんじゃないかっていういろんな話があったりして、なんかこうちょっと一瞬ざわついたんですけれども、開発者の方曰く Xbox と連絡が取れねえだそうです。発売目前になっているのにまだストアのページもできずですね、まあ連絡したけど2ヶ月ぐらい音沙汰がないよみたいな話になってて、このままじゃ Xbox の発売遅らせざるを得ないんですよっていうことで、まあ、泣く泣く延期するというようなことが発表されまして、これはですね、まあ、エノトリア、このゲーム本来そんなには注目されてなかったんですけど、その出来事だけは非常に注目されて X でも大きく拡散されました。その結果ですね、 Xbox からの謝罪があり、フィル・スペンサーのチームで直々にサポートしてもらえることになったようです。おお、なんてこった。
これによりですね、延期予定となった Xbox 版のリリースはまだちょっと他のプラットフォームと同時に発売できるかどうかちょっとわからないところにはなっているんですけれども、できる限り早くリリースできる見込みとなっているようです。いやこれはね、でもなんかこう規模の小さい開発チームとしてはちょっとその怖いところではありますよね。プラットフォーマーに連絡取ってもなんか返ってこないことってなんかありえそうといえばありえそうですもんね。それなんかその無視されてるとかではなくて、なんかその優先順位の関係上ちょっと後に置いといたものが忘れ去られて、まあそのちょっとしたミスだとは思うんだけど忘れ去られてしまってとか、あるいはそのいつまで経っても優先順位が上に来ないで全然返信が来ない、なんかありえなくはなさそうですもんね。まあなぜその Xbox からの返信がなかったのかっていうその本当のところはちょっと我々には分かるところではないかもしれませんが、でもそういう出来事がこうやってその SNS で拡散して Xbox の耳に入ってすぐに取り組んでもらえるようになったっていうのは、それはねなんかそのいいことっていうのもちょっと変かもしれませんけど、もともとそういうことがないことの方がよりいいとは思うんですけれども、なんかその業界を動かす一つのパワーとなったっていうのはね、なんかちょっと夢があるね。これなんか言葉選びわかんないんだけど、まあよかったね本当にね、これに尽きるわ。よかったね本当に、よかったねといえば、ホグワーツレガシーの続編作るらしいよ作るらしいっす。しかも最優先事項だそうです。いやこれね、でも開発者の方が言ってるのではなくて、ワーナーの方が、ワーナーブラザーズの幹部の人がそうやって言ってるそうです。投資家向けの講演会がね9月4日にありまして、でその幹部の人曰くホグワーツレガシーの直接的な続編が開発のチームの中の今最優先事項となっているということなんだそうです。というわけでホグワーツレガシー2がやがて来ますね。最優先事項でもちょっとこれそんな発表の仕方しちゃっていいのかな、ね、どうせやるならなんかさイベントとかでさホグワーツレガシー2ダーン開発決定ダーンの方がちょっと盛り上がったと思うんだけど、これで良かったのかなってちょっと思うところもありますけれどもね、まあ様々な発表の仕方がありますよね。あ、そうそう、あと発表といえばですね、アトリエシリーズ最新作ユミヤのアトリエが発売日が発表されました。発売は2025年3月21日任天堂ダイレクトで作品が発表されてから発売日の発表まであっという間にやってきましたね。そして発売までもこのペースならあっという間にきっとやってくるでしょう。今作品もですねオープンフィールド上で行われるんだそうです。ゲームメディアの記事にはオープンフィールドって書いてあるんですね。オープンワールドじゃなくて、これちょっとなんかポイントですよねポイントだとは思います。私もあのライザのアトリエでアトリエシリーズ結構ファンになってしまったので、ちょっとこの作品も楽しみだなというところはあるんですが、ただライザのアトリエシリーズまだ全部消化しきれてないんだよね肝心なことにね、どっかで消化したいなとか思っちゃいるんだけど新しいゲームが次々来るわけで、一体いつ消化できるんでしょうか私はね。もう YouTube で動画投稿するのやめるか動画作る時間が一番長いわけですからね。まあでもね、僕はなんか YouTube でみんなでその面白いのを共有しながらやるゲームの方が楽しいので、この活動がねより私が自身がゲームを楽しめる上での大事なポイントになってはいるので、できれば両立していきたいなと思っている次第ではありますけれどもね。はい、というわけでじゃあこんなところで今日の動画は以上にいたしましょうか。さあ来るかな、今週ですよ今週 PS5 Pro は発表されるのでしょうか。ちょっと毎日を楽しみにしながら、いやでもね発表あるとしたら火水木あたりだと思うから、まあ、その辺ちょっとね要注目しながら日々を過ごしたいと思います。というわけで今日の動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。